そううだろう、うん、ということで、じゃあ皆さん、ここからですね、選手紹介やっていきたいと思います。評価ね。ということで、ちょうど日本代表見てたんですよね、昨日ね。僕予言してたからね、ここでね。うん、さあ、ということで、じゃあ見ていきましょうか。まあ、背番号10でやっていきましょう。じゃあまず、えー、半田選手ね、評価していきたいと思います。グレード91スピードタイプです。えー、ポジションがね、 まあ、両サイドバックできるね、うん。で、サイドハーフ右できる。まあ、これガンババージョンと一緒かな多分。ということで、スキル構成がガーディア、インターセプト、ヘディングクリアね。で、チームスキルスタメン、ディフェンス強化。で、ボナ戦がスピード20パープラスと EP30 パープラス。総合値6476のディフェチが1397ですね。で、4ステはスピードが1321 13とスタミナが1204でちょっと高めかなって感じですね。 で、テックとパワーは、ま、千付近なんで、まあ、普通ぐらいでしょうか。そんな高くはないですね。はい。ということで、えー、こちらのカード出てますが、まあ、標点、先につけて話していきましょうか。難しいなまあ標点、行きましょうか。えー、クラチャン、8、リーグ、 うん、まあ、リーグ7ですかね。うーん、七いや、まあ、7ですね。うん。まあ、リーグ7ですね。クラチャン8、リーグ7でつけときましょう。はい。まあ、まずね、まあ、クラチャンはね、まあ、ガーディアンあるし、うん。まあ、いいんじゃないでしょうか。裏3じゃあるし、まあ、これ主体で稼ごうとも稼げるし、まあ、インターセプト、ヘリンクレアも別に悪くないんでね、組み合わせとしてね。まあ、タックルがしっかり絡めば稼げるだろうというところと、バナーセン EP30% プラスあるんでね。まあ、これもちょっと評価に入ったという感じですね。で、8。 あります、ねはい、で、まあ、リーグの方は、まあ、スキルはいいんですけど、ディフェッチがやっぱちょっと足りないので、まあ、ここをどうにか上げていったりとか、まあ、やっぱスキル強化とかうまくつけないと、<coughs> まあ、カードの良さっていうのはちょっと出ないかな。うん、って感じですね。はい。ということで、まあ、評価としては悪くないし、まあ、素材としても悪くないんで、まあ、どれだけ仕上げれるかでちょっと変わってくるかなと。まあ、あとはね、まあ、去年の。 まああのエクスペとかとの比較とかとかで結構なりそうなんですけどあれはねあっちの方がワンチャンいい可能性がありますねうん、まあ、ちょっと精査してみないと分かんないですけどまあでも能力値は絶対こっちの方が高いんですけどまあボナセンディフェアあっち確かあったしねうんまあそういうの考えると、まあ、このカードどうなんだっていうのはまあちょっと難しいとこかなあれ持ってるとねも持ってないんだったら結構狙い目かなと思うんですけどねいい素材とか持ってるとまあチャレマ周回も半田選手できるしねまだねうんまあチャンスかなと思うんですけどまあ仕上げやすい選手なんではい まあ、ぜひ、サイドバック困ってる人は、まあ、ワンチャンスあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、クラチャンでもリーグでも、はい、気を考えてみてください。じゃあ次。はい、西尾選手ね、グレード92、パワータイプです。でスキルがダイナミックインターセプト、ハードタックル、ヘディングクリアね。でチームスキルはスタメンディフェンス強化。で、ボナ戦がパワー20%プラス、EP30% プラス。総合値6578のディフェチが1537ですね。 で4ステで高いのがパワーが1339でスタミナもちょっと高めかな1206で、えー、スピード1089はまあそれなりでテクニック千三もまあちょっとまあ普通ぐらいまあちょい引くぐらいかなって感じですねはいというふうな、えー、カードになっておりますがさあここもね評点しっかりとつけていきたいと思いますはいここまずクラちゃんはですねまあこれもまあ8かなまあ8.5ぐらいまあさっきのまあ半田選手もそうですけど8.5ぐらいと思ってください で、リーグはね、まあ、ここ8、はい、つけたいなと思います。ということで、まあ、8-8評価ですけど、まあ、これもね、さっきのまあ、ン田選手と結構似てますけど、スキル形態はね。まあ、インターセプトに変わりましたね。ダイナミックインターセプトで、ハードタックル、ヘディングクリアなので、 まあ、クラちゃん的に見てもね、このインターセプトがしっかり絡めば、まあ、ある程度は稼いでくれるかなと。まあ、ただ今ね、もう正直トリプレイ環境になっているので、そことかと比べると、まあ、ちょっとやっぱ劣るでしょうが、まあ、このグレードに関しては、まあ、関して言えば稼げる方じゃないかなと思いますね。うん。で、リーグの方も、まあ、ディフェチね、1537、まあ、センターバックね、主体の選手なんで、まあ、あるし、それなりにね。で、パワーもまあ、センサー目39。うん。まあ、これも別に悪くないし、まあ、これを、 まあ、ボナセンで伸ばしてるんでね。まあ、これもいい要素かなと思います。やっぱセンターバック競り合い強くないとダメなんでね。で、まあ、あとは、まあ、く言うんだったら、まあ、ボナセンディフェないんで、まあ、他でディフェとか、まあ、スキル強化とかうまくつけてね、インターセプトの成功率上げたりとかすれば、まあ、なおね、まあ、良さは出ると思うんで。うん。まあ、そこまで仕上げれたら、まあ、9とか10とか狙えるぐらいの、あいカードになっていくと思うので、まあ、ここもリーグクラちゃんともに評価高いんでね。まあ、ぜひ、どっちかに寄せて使いたいですかね。まあ、いいカードだと思います。 さあじゃあ続きまして、富山選手かな <laughs> はいということでグレード90のテクニックタイプで登場してます。スキル構成がパーフェクトパスー、テクニカルドリブル、チップバス、チームスキル、ミッドフィルダー、全パラ強化 A、デモナー戦がオフィ20%プラプ、総合値6386のオフェ値が1371、4ステで高いのがテクが1235、スタミナもちょい高めかな、1178。 で、スピード七73、パワー千10は、まあ、それなりの数値かなと思います。はい、というね、カードになりますが、ここもね、評価つけていきたいと思います。まあ、まずですね、クラちゃんはね、うんまあ、悪くないですけどね。うん、まあ、クラちゃんは、んどっちかな。うん、まあ、8にしましょうか。はい。で、リーグもね、 難しいな <laughs>。これ難しい。リーグ、うーん、まあ、これもまあ8にしますか。はい。8、8でつけたいなと思います。まあ、個人的には完食いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、パスは持ってるのがまず評価高いですね。パイプとパスはね。で、テクニカルドリブル持ってるんで、まあ、これもちょっと良さかなと思いますね。で、チップパスも別に悪くはないかなっていう感じで、まあ、使うんだったらトップ下か、まあ、せめて CMF までかな。うん。 って感じですね。パスワーとしては悪くないんじゃないかなという感じのスキル構成に見えます。ただ、シュートないんでそこにちょっと、なんか物足りなさは感じるかもしれないですけどね。うん、って感じですね。はい。で、まあ、そうですね。クラチャン的にも、まあ、テクニカルドリブルとパスワーしっかり発動できれば稼げると思うんで、まあ、EP ちょっとないですけど、8にしましたね。まあ、ここは裏50のパーフィクトパスワーの力評価ということで、他で EP しっかりつければ稼げるんじゃないかなと思います。 で、まあリーグもね、まあ当然、まあこのパサー生かしてになりますけど、まあ、うん、パサーとしたら全然いけるんじゃないかな。まあボナスオフェ、まあ別に評価、まあまあこれも悪くないですね。うん。まあテクとかでも良かったかもしれませんけど、まあ悪くないと思うんで、まあパサーとして採用したいんだったら全然ありかなっていうぐらいの感じかなと思いますね。はい。まあぜひそういったところで使う人は考えてみてください。じゃあ続きまして。来ましたね、ピックアップ。 さあ、藤田ジョエル千葉選手来ましたね。グレード98、スタミナタイプです。スキル構成が中盤の下流ドシャープフィード。で、セレクトで、えー、パーフェクトスティールか空中戦のセレア選べますと。で、チームスキルはスタメンディフェンス強化。で、ボナー戦がディフェン20パープラスと EP30 パープラスのダブルセンス。総合値6885のディフェン値が1414 14。で、えー、4ステで高いのがスタミナ1333。で、他もまあ結構高いですね。スピード1193、パワー1180にも悪くないと思います。 まあテクニックも1145もまあ悪くないですね。まあそれなりの数値かなと思います。はい。ということで、このジョイチマ選手のカードの評価ですが、はい。クラチャンリーグともにやっていきたいと思います。これはですね、まあクラチャン9ですね。で、リーグも、えー、9つけたいなと思いますね。これ99ですね。はい。ということで、まあ結構このカードいいんじゃないかなと個人的には思いますけど、 まず、良さ的には、スキルで中盤の狩あこれタックルのね、ピンタクの上位の上位と思ってください。そこと、パーフェクトスティールセレクト選択したら、やっぱりタックルスティール A で持てるっていうところがすごくいいかなと思いますね。中盤ね。中盤ってやっぱ結構タックルで狩るのもそうなんですけど、スティールで狩るのもめちゃくちゃ大事なんでね。これパーフェクトスティール持ってるのはすごく評価上がりますね。はい。で、まあ、それで、まあ、クラちゃんだったらね、 中盤のカリウド、裏5ジあるし、ボナセンも EP30 あるし、トリプレイスキルということもあるので,で、なんならシャープフィードもね、別に稼げないわけじゃないんで、まあこれは結構掃除して稼げるんじゃないかなと思えば、まあ結構点高いですよね。まあ9点ぐらいは、まあつけたいと思います。で、リーグでも、まあそのね、タックルスティールの A 生かしながら、まあボナセンリフやるし、リフ値もまあ中盤では、まあそれなりの1414 14、まあ数値的にも悪くないし、うん、まあ、全然今の環境だったら結構トップクラスに。 入るんじゃないですかね。まあ、ディフェンス高いボランチからしたらちょっとまた低めではありますけどね。うん。まあ、それなりの数値だと思うんで、まあ、これは結構ね、いい仕事しそうっすけどね。はい。ということで、まあ、ぜひ、うん、ここは、まあ、注目というか、まあ、狙い目になると思うんで、まあ、ぜひ、はい、狙ってみてほしいなと思いますけど、まあ、なかなか厳しいでしょうけどね。<laughs> まあ、今回95当てるってなったらガチャなんかな。 お気に入り券が対象,にならないで対象にならないからね。まあ、結構厳しいでしょうけど。はい。ぜひ狙ってみてください。まあ、ガチャチケとかからワンチャンあったりもするかもしれませんしね。うん。まあ、しかも、まあ、ジュリチュマ選手ね。まあ、マリノスバージョンのカードとかもありましたし、まあ、あれから更新狙ってる人とかもいると思うんでね。まあ、そういう人はなおさら、はい、チャンスだと思います。さあ、じゃあ続きまして、小田選手かな。 はい、ここグレード86スピードタイプで登場してます。スキル構成がフォックスインザボックス音速ドリブルアーチシュート。で、チームスキルフォワード全パラ強化 A。ボナセンがオフェンス20%アッププラス。で、えー、総合値5984のオフェチが1558ですね。はい。で、4ステで高いのがスピードが1115。まあ、スタミナもまあ、でもそんな高くないかな。1021。 テクパワーが、ま、950付近ということで、まあ、それなりの感じかなっていうところですね。グレード考えるとね。はい。ということで、まあ、この小田選手のカードですが、まあ、ここも評点つけて話していきたいんですが、えー、ここはですね、クラちゃんが、ま、あそうね、うん難しいな。まあ、6かな。うん。で、リーグは、まあ、リーグも6かな。はい、つけたいなと思います。 ということで、まあ、66ですけど、はい。まあ、スキル構成がね、まあ、北新ザボックス音速アーチシュートというところなんですが、まあ、音速とね、北数中心になると思うんですけど、これがうまくハマれば、まあ、クラチャンでも稼げるし、まあ、リーグでもね、ボーナンースオフェ含めて能力値も十分なんで、まあ、可能性あるんでしょうけど、ここを繋げるのがなかなか難しいんでね、うん。まあ、工夫するんだったら途中出場で入れたりとかしてね、まあ、よりこのドリブルの抜け感上げるぐらいしかないんですけど、うん。って感じかな。だからここがもううまくいくほどの、 展開になれば可能,可能性あると思うんですけど、まあ、クラチャンリーグともに活躍できる可能性があるんだけど、まあ、ちょっとねやっぱね、まあ、今の環境やっぱねセンターバック堅いのね持ってる人特に多い中でなかなかね、まあ、仕上がらないとやっぱきついですね、まあ、仕上がってもどうかなというところがちょっと残るので、まあ、66ということで、まあ、評価させていただきました、まあ、一応北新座ボックス浦三んあるんですけどね、まあ、だからここが、まあ、絡めばクラチャン的にはまそれなりに稼げるかなという感じですねはい ということで、まあ、ちょっとね、ここのつながりというのはまああるんですけど、ここがうまくいくかどうかで、まあ話変わってくるんですけど、なかなかうまくいくような甘い環境ではないっていうのは、ちょっと、まあ特に上の方だとちょっと厳しいかなっていうのが正直な感想かなと思いますね。はい。まあめちゃくちゃもう、ガチ、もうガチで仕上げて、ワンチャン途中交代から、うん、まあシュート打てる環境になれば、ワンチャンスあるかな。リーグ目はそんな感じかな、イメージ的にはね。はい。ということで、ちょっと厳しいかもしれませんが、まあぜひ、 ま、あ能力値とかね悪くないんでね。まあ、可能性はないとは言えないかなと思います。はい。じゃあ続きまして。また来ましたね。さあ今回トップグレード。グレード96、鈴木優斗選手ね。はい。で、えー、テクニックタイプですね。グレード96ですで。スキル構成がクレッセントカーブ、スペクタクルダブルタッチ。で、セレクトでゴルハン、えー音えー、高速、どっちか選べます。で、チームスキルがスタミンオフェンス強化。モナセンがオフェン20%プラス、EP30% プラスのダブルセンス。 で総合値6972で、オフェチが1593。で、4ステで高いのがテクが1322。で、スタミナも結構高いですね。1270。で、えー、スピードとパワーね。これもま、あ1150付近なので、まあ、それなりに高い数値と言えると思います。はい。というね、こちらのカードなんですが、えー、評価つけていきたいと思います。まあ、まずですね、クラちゃんの評価。ま、あこれも9かな。うん。 で、リーグも9かなっていう感じですね。はい。ここもまあ9級の評価だと思います。はい。ということで、まあこのカード、うーん、まあそうですね。まあまずクレッセントカーンとスペクタクルダブルタッチの組み合わせはまあいいと思いますね。はい。まあこれはね、クラちゃん的に見てもまあ裏50、裏30の組み合わせだし、まあ稼ぎやすいと思うし、まあここがうまくさらに連動とかすれば、まあめちゃくちゃまあ一発で稼げることもできるということで、 まあどっちかというとリーグ向きでもあるんだけど、まあクラチャンの方が面白いかもしんないね。もしかしたらね。うん。で、これね、まあセレクトどうするかなんすけど、ゴルハン選択する、まあメリットとしては PK 蹴れるかなぐらいですね。まあクレセントカーブ一応近距離も蹴れるんで、まあ、しかも反応も結構いいスキルなんで、まあ稼ごうと思ったらこれが軸になるんで、まあシュートスキルつけるよりはもしかしたら高速ドリブルで持ち上がりとかを意識した方が、 まあ、要は、どうクレッセントカーブにつなげるかの手段があった方が、僕はいいんじゃないかなと思います。ただ、その高速ドリブル選択すると、もうデメリットがあるとしたら近づきすぎて、ちょっと詰まるみたいな感じになって、みたいなところはあるかもしれないので、まあ、どっち選択にしても、まあ、いい点と、まあ、ちょっと、うん、まあ、いい、悪い点とは言わないけどね、まあ、ちょっと、なんか、うまくいかない点がもしかしたらちょっとあるかもしれないですね。うん、まあ、僕だったら、 まあ、高速選ぶか、まあ、まあ、でもゴルファン選んでも面白そうやけどね。PK 機会いなかったらね。うん。まあ、でもあれかな。でもまあ、高速かな。うん。高速選ぶだろうな。どっちかというと。という感じですかね。だからまあ、クラちゃん的にもまあ稼ぎやすいし、まあ、急評価出せるし、まあ、なんだ、9.5ぐらい見てもいいんじゃないかなっていうぐらいの感じのカードかなと思いますけど、まあ、リーグで見ると、まあ、ザ・9って感じかな。うん。 これね、多分ですけど、グレード96にしてオフェチがそんな高くはないですね。1600足りないぐらいでしょう。うん。まあ高くはないね。だって、ね、ニューウェーブの木下選手1640あるからね。っていうことは、まあこれぐらいだと結構その、なんていうかな、まあ鈴木優斗選手自体がミッドフィルダー登録っていうのもあると思うんですけど、フォワード登録の選手だと多分1700ぐらいいくと思うんでね。まあそこに比べるとやっぱちょっと高くはないかなっていうのがまず一つかなっていうところと、んーまあ、 うーん。まあ、あとは別に悪くないけどね、クレセントカーブ打てればどうにかなりそうですけど、はい。まボ、あ、ボナセンもオフやるんで、まあ、急評価はつけれるかなっていう感じですね。うん。ということで、まあ、ここはリーグクラちゃん共に全然いけると思うんで、まあ、ただ、あとはもう完食次第かな。まあ、クレセントカーブまで繋がる手段はね、2つあるんで、まあ、どうにかなりそうですけどね。まあ、どうにか力でご了承してもなんとかなりそうですけど、はい。まあ、いい素材持ってる人はぜひね、ここチャンスだと思うんで、まあ、正直僕も欲しいですけど、はい。 ぜひ狙ってみてください。まあ、ちょっとね、難しいですけどね、入賞法ね。はい。ということで、まあ、いいカードだと思いますけどね、ここは。はい、チャンスだと思います。あ,あ、いかじゃあ次。